こんにちは、吉田さん。スティーブ・ジョブズね。直感に従う勇気。これなかなか持てないですよ。だって勇気を持つのに裏付けが必要になってくるんですよね。エビデンスあるんですかデータはどうですかとそれ、ースは何ですかとか。根拠はとか聞いてくるでしょう。うん。でもね、今回、あの、諸和敏光さんという方のね、経営コンサルタントの方の言葉を紹介したいと思いますけども、こういうことを言ってるんですよ。 それって何かデータあるんですかとすぐにエビデンスを求める上司は未知の挑戦を行う責任逃れをしていると、うん、そもそも初めてのことに根拠ってないわけですよ勇気っていうのは理屈理論から出たもんじゃなくて感情なんですよねやってみたいということなんですよ、うん、うまくいくかどうかわかんないだけどもやってみたいという、うん、まあ意思とか熱があるんですよねでも人間が何か行動を持続するときに そういったわけのわかんない熱っていういすよモチベーションを上げるのにいちいち励ましが必要だったり焼肉パーティーしてうさを晴らさないといけないようだったらそのモチベーションって落ちつ,つあるってことですよねでも障害があってもやりたい気持ちが消えない障害があってもあの人と付き合いたいっていう思いっていのは本物じゃないですかでもそこには何のエビデンスもなくって湧き起こる感情なんですよね でそう考えていくと、こう思えるんですよ。エビデンスを求める人、根拠を求める人、裏付けが必要な人、いいでしょう。でも、それが裏付けたる理由、根拠たる理由、エビデンスっていう風に見抜ける力、あなたにはあるんですかってことなんですよ。結局、裏付けすら嘘かもしれない、裏付けすら当てにならないかもしれないっていう風うに考えないから、エビデンスがあると安心しちゃうんですけども、エビデンスがないとできないんだったら、あのリノベーションなんて起きないじゃないですか。 未知の行動なんて起こせないじゃないですか。エビデンスってあるんですかねえ、かわいい女の子に告白しようとするときにエビデンスってありますかね思いを伝えたいという感情があるだけじゃないですかね。どうやったらうまくいくだろうって考えますよ。でも、いくら考えても自分の意思じゃないんでしょうがないですよね。商売ってのは他者の意思に介在していくことですから、どこまで行っても行動する前に結果が見えるってことはありません。不確定要素の塊なわけですよ。 そのののの不確定要素の塊なのに根拠を求めていくこと愚ただまあだからといって根拠を探ななったわけじゃないですあの,根拠のない自信っていうのは一部の天才だけが感じれる感情に従うべきその人のまあいわゆる根拠なのかもしれませんからね凡人はやっぱりできる限り理詰めをして根拠を集めて自信をつけるために行動することその上でも不確定要素があってうまくいかなくなることがあるかもしれない。 100点満点でも不合格を言い渡せるかもしれないっていう風な覚悟を持ってそれを乗り越える勇気を誓うべきかなと思いますけどね。それれでではお疲れ様です